赤子を抱いた女性の幽霊の絵に亡霊を表現した能面会場には平安時代から明治時代の階段を描いた絵画や刀剣など怖いをテーマに集められた作品35点が展示されています中には地獄での亡者の様子を描いた作品や江戸歌舞伎の階段で地元岡崎の化け猫を描いた3代歌川豊国作の浮世絵も展示されていますこの展示会は 今月28日まで開かれています。